どうもこんにちはストッカー塾の久保です今回は FX オリガルヒのご案内をさせていただきますまあ人生100年時代といいますけどもね50歳を過ぎた時にまだ残り人生半分あるわけですよこの50年をどのように切り開いていくかそして金銭的な自由と時間的な自由を手に入れて楽しく健康に生きていくかやっぱり心配になりますよね私もまだまだね安心しきったわけではないんですよその中で そうは言っても50過ぎるとできることって限られてくると思うんですしかし私はねこの40代を過ぎて後半の5年6年を FX に捧げてみて思ったのは時代がどう変わっても FX はそこに凛としているなってことなんですよつまり FX を一回攻略してしまえばお金と時間の自由からはもう完全に解放されるんではないかなってところなんですよねそして FX ってのは上がるか下がるか 超反爆死みたいなもんで、どっちかにかにけければいいわけなんですよ。まあ、ちょっと乱暴な言い方になりますけども何も知らなくても五分五分でやっていけるわけなんですよね、まあ、ですんで FX の勉強っていうのはこの五分五分のバランスをちょっとだけ傾けて4対6ぐらいにすればもう OK なんですよあとは投入する資金によってお金の増え方の角度が変わっていくってことになりますで今回ね7年間みっちりと私が毎日放送を繰り返しながらやってきたこの FX を得られ歩日、 多分この動画をご覧になっているって方は、まあ、そこそこねエフクスオリガルヒの購入のご検討の意思が固まっている方だと思いますその方に最後のご案内としてですねエフクスオリガルヒは実際にどのようにやって学んでいくのかそして動画の講義っていうのはどのくらいのペースで行われているのか実際に使っているポータルサイトと実際に使っている YouTube チャンネルを紹介しながらお話しようかと思いますでこのエフクスオリガルヒプレセールは2022年の6月だったんですよ その時は29万8000円のプレセール価格だったんですけどもただ動画は一本もなかったですこれから始めますよっていう掛け声だけで8名のね限定枠のところをなんと15名の方が参加してくださったんですよね非常にありがたいスタートになりましたそれから毎日日々講義や Q&A や積み重ねた動画っていうのがしっかりとたまりまして今令和5年2023年の3月を過ぎたわけですけども ほここ、ね、本当にねもうあっちもこっちも隙のないコンテンツになりましたさらにこれからどん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 コンテンツは追加されていきますので参加するタイミングとしてはかなりいい時期なんじゃないかなと思いますただし信頼と価値が高まったところでね実績者も出てますので価格は予告の通り上がっております令和5年価格は49万8千円です販売期間によっては特典がついたりとかね値引きみたいなものもあるかもしれませんけども この動画をご覧いただいているということはそれなりの得点がついてるんじゃないかなと思いますただし正式な販売価格は49万8000円ですからねどんな得点がついているのかっていうのはこの令和5年の3月の時期によるかと思います通常は何の得点もつきませんのでそういう時にお申し込みいただいた方は、まあ、それでも得ですけどもね、はい、で前回プロモーションをかけさせていただいたのは2022年の12月ということでその時もお二人の方が参加してくださいました 現在26名の方の登録で FX オリガルは進んでおります大体ね1ヶ月にお一人かお二人だったら私のサポートは今のレベルでできるんですよさすがに1ヶ月に5人とか10人入っちゃうと私のサポートは追いつかなくなりますそのぐらい細かいことをやってますほとんどマンツーマンでの感覚でやってますんでね、まあ、ですんで丁寧なサポートを長いこと受け入れることは受け合いです これからね、少なくとも10年はこのペースでやっていこうと思いますので私の50代とともに一緒に f x ライフを身につけていきましょうそしてお金と時間の攻略をしていきましょうそれでは画面を切り替えますのでまずは FX オリガルヒのポータルサイトと YouTube チャンネルの方をご覧ください、はいえー、今回はですね実際に FX オリガルヒに参加したらどんな形で学んでいけるのかそのメインサイトの紹介をしようかと思います 今ご覧いただいているのが FX オリア費のポータルサイト22年の6月というスタートの起点が書いてあるページですよねこちらの方は基本的に最初の1回だけご覧いただければもう十分かなと思ってます動画が2つついてあってですねあと私のまあ決意みたいなものがここに書いてますねで、えー、次講義っていうところがありますので講義っていうところをタグをタップすると 2022年の6月には全くなかった講義ってものが、すでに今、令和5年の3月に入っては、もう32の講義が追加されてますので、こちらの講義はね、実際に FX オリギャルヒを攻略する上で、使った現場で使えるテクニックが、技術が盛り込まれております。ここでね、大きな差がつきますので、今まで初級編、中級編と学んできた方も、ここは上級編の講座だと思ってね、 ししっかりとと確認てて身につけていいいたただきたいと思いますこれは現場でも結構出ますんであの重要なテクニカルの攻略方法その技術ってことになっております、はい、まあこういうふうにいろいろありますけども見て学べば身についていきますでそれぞれがねそんなに20分も30分回る動画じゃありませんので何度か見れば身につくと思いますよ 講義の動画これからもプラスアルファで付け足していくと思いますのでこちらの方で新しい技術講義の3334などさまざま身につけて頂ければと思いますねでその次に Q&A っていうコーナーがあります Q&A は読んで字のごとく FX オリガルヒの受講生さんや速下塾の生徒さんがですね FX についてのとってもいい質問が上がってきた分を私が動画で回答してるってことになります 熟成さんに関しましてはですね中には動画付きで Q&A のクエスチョンを提出してくださる方もいらっしゃいますのでそちらの方を取り上げて直接回答しているものになりますのでこれによって、ね、共通の問題解決が進むと思いますし他の方がどんな疑問を持っているのかってこともここで一緒にわかるよってことになっております割とこれもねもう教科書にしてもいいぐらい 役に立つものばかりが載ってますよはい、えー、それではねまだまだありますんで下の方に行ってもキリがありませんからじゃ次はですね日々っていうところがありますおそらく毎日毎日この日々っていうところを見ることになると思います最も更新頻度が激しいのがこの日々っていうところですねまさに日々前進日々勉強日々昇進ですねええー、まあまさに 私たちのエフェクスオリアルの日々を占うそんな講義になっております日々というところを一番よく使います、えー、例えば今日は3月8日なんですけども朝9時前にしてすでに2つの更新がなされています深夜3時と、えー、朝6時ですよね大体34時間に1回ぐらいは更新されると思いますで更新頻度が高ければ高いほど利益を取るポイントがその中に入っているってことになりますので 更新頻度が激しい時はあせめていい時なんだなと思ってくださいそれからね一日巻き戻って火曜日ですけども火曜日は4つの動画更新を行っておりますこれで一日中のタイムスケジュールが見えてくるわけなんですよねですんで深夜3時朝6時午後それから夕方っていう感じでまあすでに34時間に1回の更新で一日を網羅する形になってますじゃあもうちょっと巻き戻して月曜日はどうでしょうか 月曜日はたったっ回の更新ですえこれがですね13時半とお深夜22時になってますまああまり動きがない時とか分かりやすい時っていうのはこういうふうにえ動画の更新がそんなに激しくないよってことになってますえそれから3月3日金曜日ですけどもね金曜日はさすがにね更新頻度が高いですよ6回の更新ですからもしかしたらね見てる方が追いつかないかもしれませんね それから3月2日になりますと動画更新は5個になってます。1日のうちに5回動画更新されてますので、どのぐらい密度濃いサポートが行われているかってことがわかるんではないかなと思います。はい、じゃあ習慣まとめいってみましょうか。あの中にはね、毎日毎日なかなか時間が取れない人とか、 まあ順調に時間が取れていたんだけども、うん、突発的にですね今週はちょっと時間取れなかったなーっていう人がいるかもしれませんそういう方のために週間まとめを用意してます週間まとめは読んで字のことしもう過ぎてしまった1週間をですね今週はこんなことがありましたっていうふうなダイジェストで私が取り直しているものですですんでこの中で大事だなと思うものは日々の方に帰っていただいてピンポイントでその部分その時間を見ていただければと思いますね ただこの週刊まとめはね、あの、そんなに長くは作れてません。10分くらいで作られてますので、えー、ぜひね、この週刊まとめは最低でも忙しくても絶対見るようにしてください。あの、せっかく FX を学ぼうと思って折り返に入ってても、いや、こちらの講義を見ないんであればね、全く意味ないですから。でも瞬間的に忙しい時ってあると思うんですよ。その時は少なくとも土日のいずれかで、この週刊まとめをご覧いただければと思います。週刊まとめには1週間を振り返るものと、 今後一週間をね、見据えていくもの、まあ予測みたいなのがありますんで、今後一週間はどのように動いていくかっていうところも、きちんとね、載せていますので、土日もだから FX の更新がありますよってことです。さあ次、精神力のページです。何があるでしょうか。やっぱね、FX を学ぶ上で、精神力ってものすごく重要だと思うんですよ。 うん、やっぱり自分の決めたルールを自分で破ってしまうことが繰り返されればせっかるくテクニカル覚えたのにギャンブルトレードしてみたりとかねもうめちゃくちゃになっちゃいますんで精神力を鍛えるためにえこちらの方も作り込んでおりますのでえ時にねご覧いただければと思います、うん、私の精神力ってのはどのくらいかっていうと FX の相場解説を7年間やっても全くペースが崩れないばかりかどちらかというとねペースが増えてるというところでも お,お分かかりになななるんじゃないいと思いますまた自分ではねちょっと言いにくいんですけどこういうことはね自画自賛みたいな感じでただ誰よりも継続力はあるのかなっていうのと分析力とねあとアウトプットも欠かさないっていうところは、まあ、私がね自負しているところでございます FX オリガルヒもこれから10年やりますよって言ってるとコロナ宣言できる人ってあんまりいないと思うんですよだいたいねあの塾ってサポート期間3ヶ月とか6ヶ月ですけどもいやさすがに FX って年単位でサポートしないと ダメですよ。そんなのね。うん。ね、私はそう思うんですけどね。はい。じゃあ次、最後、雑談のコーナーです。まあ、雑談のコーナーはね、FX にちなんだいろんな雑談とか、あのー、あんまり大きい声では言えないことをね、話しております。面白おかしく話してますので、そんなにたくさんはね、作れていませんけども、まあ、月に1回ぐらい更新されるかな、ぐらいのおお、なんか長い目で見ていただければと思います。以上が FX オリガルヒのポータルサイトになります。 はい、えー。今回ご紹介するのは、FX オリガルヒの動画投稿サイト、あつまり YouTube 専門チャンネルになります。動画をアップロードしてくださいって書いてますけども、こちらにはですね、まあ、一般公開してる動画はあございません。すべてですね、えー、限定動画になっておりますし、それから再生リストってところにまとめてられております。再生リストには、雑談っていうコーナーね、精神力っていうコーナー、日々、 週刊まとめ、Q&A、A、講義というふうにポータルサイトに連動した形でまとまっております。すでに日々はもうね、788本。<laughs> それから他のコーナーもね、まあまあいいペースで積んでおります。私の FX の中級講座が44本の半年の講座になってますけども、それに匹敵するものがすでにね、この各コーナーに搭載されてるってことになります。で、全体の動画を見たい場合は、皆さんね、チャンネル登録をしていただいて、 ベルマークの通知もしておくってことになりますけども現在ね26名の方がチャンネル登録してくださってますまあこれが単純に FX オリアルヒの会員さんの数ではなくって1人の方が複数のチャンネルから登録してる場合もあってねそれぞれスマホで見たりとかパソコンで見てるのでしてるのかなと思いますけども、えー、こういう風なね使い方をしてる方もいると思いますので大体ね FX オリアルヒの皆さんって今22名のはずなんですよですんで4つ余計になんかね数字が反映されてます ただ通常はこの26ってものに関しまして26名の方が学んでいるって言い方をさせてもらってます。まあ混乱してもいけないんでね。ちなみにチャンネル登録をしているその一つは私自身ってものありますので、まああの26っていうのはね、ちょっとだけ水増しされてるかなってところがありますけども、まあおおむね22名が本当なんですけども、今26名の方がこう反映されてますので、あまり細かいことはね、ちょっと気にしないでいただきたいかなと思います。通常はこの数字を元にお話しさせていただいております。 そして、コンテンツってところに行きますと、こういう風にね、動画の更新がバシバシ行われているのがわかると思います。まあ私の動画更新のペースっていうのはね、もう十分皆さんお分かりいただけたと思います。あの、見る方が追いつかないと思いますんで、あの、FX に関しましては、皆さんがね、いつ、えー、ログインしても、最新の動画が常にあるような形で私の方はね、気合を入れて動画更新してますんで、とてもじゃないけど全部は見れないと私も思います。 まあですので、時間が過ぎてもいいんでね、こうやってすべてが2分とか3分とか5分以内の動画がまとまってますんで、すべて見ても1日に30分撮ることはないですから、少なくとも1日まとめてね、今日の動画は何かなって感じで、ああ見れる分だけ、できるだけ多く見ていただければ、確実なる復習と力がつくことになると思います。動画の投稿は本当にね、3、4時間に1回、の目安で必ずしておりますので、深夜、早朝、それから午前、午後、夕方、 場合によっては深夜っていう感じでね、ぐるっと回ってやってますんで、どこでも私が FX のそばにいますよってことです。<laughs> この上でね、皆さんからの Q&A も受け付けますんで、どんどんご連絡ください。以上が YouTube チャンネルの紹介です。はい、いかがだったでしょうか。あとね、他のインターネットビジネス塾の方とか、FX の、えー、専門コンテンツをお持ちの方も、オリガルヒはもう隙のないコンテンツになってると。しかも、 久保さんぐらいのペースで動画更新する人は他にはあられないっていうふうに言ってますよねうん確かにいろんな FX の塾あると思うんですよ有名人がやってる方もいればね何十億稼いでる方が講義をやってる例もあります私も与沢翼さんの講義は受けたことがありますただレベルが高すぎて追いつきませんでした <laughs> ですんでねやっぱりこう日々やり取りができる人と細かいところまでサポートを受けれるっていうのは何よりもの私ができるサービスだと思うんですよ え、ぜひね、FX オレアリテに飛び込んできていただければと思いますそれでは連絡お待ちしておりますよろしくお願いします